はい、どうもタンタン札幌店でございます。今日はこちらですね、ビッグアイランドのソリッドタイプ久しぶりに入荷してまいりました。こちらはね、はい、ロングネックタイプ EUL というタイプですね。 EUL の SMP というモデルでございまして、トップボディトップとヘッドトップに、スポルテッドメイプルですね、貼ってあります。でこれはね、このボディトップに貼ってるのすごく綺麗ですね。こうスポルテッドらしいこう黒いね、こういう筋もありつつ、こうカーリーもね見えるんですよね。ちょっと珍しいですね、はい、こういったタイプで、ボディそのものはマホガニーボディですね。こういった感じでございます。生音からいきましょう。まあ、スケールもテナースケールあるっていうのもありますし、ボディもセミホロ構造抜いてあるんですよね、何箇所か確か。なのでまあ家の中、静かなところとかで楽しむ分にはまあ聞こえるかなという感じですね。家で練習、静かなところでちょっと練習したいなっていう方なんかはこのぐらいの音量だとね、ぴったりなのかなと思います。で、アンプ通すと、ピエゾですね、このサドルの下に敷くセンサーを敷くタイプのピエゾタイプなので、まあまあちょっとこうカリッとした感じの明るめな音になってて、まあ、音抜けはすごくいいし、まあ、扱いやすいピックアップなのかなと思います。構造も非常にシンプル、電池もいらないですし、このまま直接アンプとかにつないでもらっても大丈夫っていう、そんな感じで、ボリューム1ボリュームですね、コントロールこれだけなので非常に扱いやすく簡単に、使える、そんな一本かなと思います。そしてなおかつこの個体は非常に木の出た綺麗なこのスポルテッドメイプルのが貼ってありますね。ちょっと珍しいですね、はい、こういった一本でございます。今回もね、非常にこのソリッドタイプはね少なかったです、入ってくる入荷する本数が。ですけれども、この4種類あるんですけれども、このロングネックのスポルテッドメイプルトップ、このモデルだけね2本入ってきたんで、こちらがこの綺麗なカーリーの出たこちらの木目の方が、このモデルの2番の個体とさせていただきます。はい、非常に綺麗ですね、はい、ということでこちらビッグアイランドの EUL の SMP のこちら2番ですね、先ほども言いましたけど、非常に入ってくる入荷本数少なくなっておりますので、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。